ということでですね、今回は神戸トンボホールの答え合わせですね、やっていきたいと思います。はい。まず、僕の予想では、清水弁慶俊対キートルジージェイソン・リーで、弁慶がベーキンボンでリーに勝つと予想したのですが、結果は11分37秒で、キットがバイブルで俊に勝つと。はい。これは思いっきり普通に予想当てましたね。はい。で、続いて第2試合。UT 対クネスですね。で、予想は8分43秒でクネスが光るまで UT に勝つと予想したんですが、結果は8分28秒で UT がパッションでクネスに勝つと。で、これ UT がその後に、なんかユニットに入るのは、なんかドラフト式で、俺を欲しい人みたいな、ユニットは声をかけてくださいみたいな感じでしたね、UT。ようやくね、UT がプッシュされ始めたのかなと思ってますね。よく最近ようね、シングルマッチ結構勝ってるんでね。はい。次は、斎藤亮対吉田隆と。予想は9分38秒斎藤が吉田に勝つと予想したんですが、11分43秒で斎藤が吉田にメッセンジャーで勝つ。まあ、わざわざと変わってませんけど、まあ一応当たりなのかなと。はい、思いますね。メッセンジャー、アルマラメコミですかね。で、勝ちました。そして第4試合が、望月影虎対進む堀口の前哨戦ですね。予想は15分56秒で堀口がバックスライドで影虎に勝つと予想したんですが、12分36秒望月が横十字固めで進むに勝ったという形になって、これも予想が思いっきり外れてしまいましたね。ドリームの前哨戦、ブレイブとね、前哨戦はまあ、王者組の方に、軍配。第5試合、大和原木 KG 対土井善し。結果は21分34秒。予想は大和がギャラリアで琴金が勝つと予想したんですが、17分40秒で琴金が KG にカルデラで勝つと。これもまた予想がね、大きく外れちゃいましたね。17分40秒琴金がね、まさかのカルデラで勝っちゃいましたね、KG にね。で、これではマキシモム対トライバンカードはマキシモムが勝ったという風になっておりますね。でね、ことかのプッシュがまだ止まらないのかなと思いますけども。まだ止まりませんよね。はい。で、メインイベントがシーマ、ガンマ、エイダ、モンダイデュー対高木、ディオーグ、カンナ、リンダーのモンダイデュー復帰戦ですね。で、予想が24分32秒、ディオーグがナイトラルでモンダイデューに勝つと予想してるんですが、19分7秒でティーフォークがケルベルスでモンダイデューに勝つと。これも、まあ、一応は予想は当たってましたね。はい、問題流無事にヒールターンセットにね、ビビの維持という形になりましたね。まだわからないですけど。で、試合後に、オーバージェネレーション、まあ、こいつらですね。が、UT を呼びかけて、UT が UT にオーバージェネレーション入らないかと、いうふうに勧誘をしてました。それに対して、高木管理を、あ、じゃあ、ホテルシェル関係ないです。トライバンガードがね、待ったをかけて、勝った方に入ると、戦ってね。勝った方に入ると UT が言ってるんで、UT コントラ UT みたいなね、感じになったんじゃないでしょうかなと。なんで UT のプッシュ来ましたねって感じですよ。個人的にはそうですね。まあ、トライブに入ってほしいかなっていう気持ちはありますけどね。もっと面白くするためにトライブに入ってほしいっていうのもありますね。どうしてもね、フラミータがいないんで4人なんですよね。トライブ版だとずっと。なんで、5人の方がまだ、5人やったらね、全然、試合の組まれることも多くなるんじゃないかなと、思いますけどね。っていう感じっすね。はい。で、あとですね、11.3大阪大会の、エイダの対戦相手は、リコシに決まりましたね。やっぱりリコシでしたね。ここは僕の予想が、ちょっと当たってよかったですけど。多分、これが日本で最後の戦いになるのかな？どうなるのかな？わからないですけど。エイダとの戦い、ちょっとあれですよね。薄いですけどね。ドラゴンゲートのリングで、あんまりがっつり関わってたって言ったら、そうでもないと思うんですけど。まあでも面白い試合をしてくれると思うんで、はい。エイダがどこまでリコシに戦えるかっていうところがやっぱ注目かなと。リコシはあれですかね。新日本のジュニアで結構暴れ回ってたんでね。エイターが本当にどこまでいけるかっていう感じになりましたね。それぐらいですかね、あとは。で、あれですね、なんか、UT のプッシュかな、今はって感じですかね。
なんで、どうでしょうね。UT の行き場所は。トライブかな。トライブをやってほしいけどね。個人的な意見ではね。はい。ということで、今回はこれで終わります。あと、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、コメントでのリクエストとか、お願いしますね。だったりとか、UT はこのユニットに入るんじゃないかなとか、そういう予想もね、どんどんお願いします。